にちは、新代理メンバーのバラマツです。こんにちは、代理メンバーのバンバンです。バンバンは三大勝者に内定されてるんですよ。今回は勝者に内定するために何をすればいいのかっていう対策をめちゃくちゃ深掘ると思ってます。具体的になんかどこに内定したんですか？僕はですね、三大勝者って言われてる総合勝者と、うん、あとは外資系のコンサルから内定をいただきました。三大勝者ってどこでしたっけ？三菱商事、三井物産、伊藤忠商事っていうふうに今では言われています。じゃあその中のどれかに決まりました。ちなみに面接の後に人事さんとかからなんで合格したのかっていうの聞いたこととかありますか？あります。これはなんか最終面接の握手するときに教えてもらったんですけど、爽やかさだったり勝者にいそうだったり、勝者ってやっぱりトレードのビジネスが基本なので相手と相手の間に入るっていう役割が多いかと思うんですけど、そういう調整役に向いているっていうフィードバックを実際の社員の方からいただいて、意外と内容よりも人柄だったり外見に見られてるのかなっていうのを強く感じました。それってなんか鍛えられるのかどうかっていうのは分からないですけど、はい、一旦その爽やかさっていうものの見本をぜひ、バンバンに見せてもらいたいなと思います、はい、こんにちは、東京大学のバンバンです。私の強みといたしましては、どんな人も、受け入れる、そしていろんな人のいいところを真似できるっていうところかなというふうに思っております。というのを私の母から教わったことなんですが、どんな人も必ず嫌だっていうところはあったとしてもいいところがあるっていうふうに教わりまして、人の悪いところよりも人のいいところを見て学んで吸収しなさいっていうことをずっと言われてきました。私自身そういった教育のもと育ったおかげで、いろんな人のいいところを見て育つようになり、かつなんか嫌いな人っていうのは今までにいないくてですね、そのいろんな方と良好な関係を築き、ここまで人生を楽しく生きていくことができました。これから商社においてもいろんなお客様だったり、いろんな国の方々と取引することが多いかなというふうに思うんですが、私自身のその強みを生かして、どんな人もいいところがある、どんな人も必ず思いを持って仕事をされているっていうところを汲み取って、活躍できる人材に成長したいなというふうに思っております。本日はよろしくお願いいたします。伝わりましたかね。いや、いい子に育ってきたんだろうなっていうのをめっちゃ感じた。まあこれが本番でも言ったような強みかなというふうに思っております。うん、月ごとに何をしたらいいのかっていうところをちょっと深掘りさせてもらえたらなって思います。なるほど。僕の就活スケジュールっていうところをご紹介させていただきます。就活を始めたのはですね、大体3年生の秋頃かなっていうふうに思います。あ、じゃあちょうど今ぐらいですね。なので夏落ちちゃったとか、春から始めないといいところいけないっていう方はもうぜひ今からチャレンジしてもいけるよっていう勇気を持ってやっていただければなというふうに思うんですが、具体的に本選考に向けた説明会の参加とかは何月から始めた？一番最初に参加したのが11月のセミナーだったかなというふうに思っていて、ただ普通のインターンと違ってセミナーは毎回登録すれば参加できるっていうものだったので、そこはなるべく毎回参加するようにしていました。受ける候補の企業の説明会は一旦全部参加するっていうのがまずファーストステップとしてやるべきこと。そうです。その説明会で具体的にこういうところを意識したっていうのはありますか？説明会に出席するっていうふうに登録したのにもかかわらず欠席してしまった場合、本選考で見られるっていうのを聞いたので、死ぬ気で朝早い中セミナーに起きて参加するっていうのを頑張っていました。参加しなかったよりも登録したのになんでいないのっていうところに多分人事の方は目を向けるんじゃないかなと思います。見られてるんだね、はい、説明会でどういう質問をしたとかっていうのはありますか？例えばのお話ですけど、ロシアの権益が危ないっていうお話が多分今もあると思うんですけど、そういった問題に対して今どういう意識を持たれてエネルギー本部で働かれてますかみたいなタイムリーな話を持ちかけて、正直将来そこの会社で働くってなって、こうロシアが危ないってなった時に僕の未来もないじゃないですか。なので入った後も関わってくるようなその大きな問題に対してどういう意識を持って取り組まれてるかっていうところを僕は真面目な話ですけど聞いてました。12月以降は何してたの？2月3月にインターンが選考があるので、まあ、そこに向けて ES をちゃんと書くっていうのと、まあ、これはちょっとやっておけばよかったなって話なんですけど、6月の選考が近づくにつれて社員さんもいっぱい OB 訪問の申し込みが来るせいでなかなか OB 訪問できないんですよね。なので1月2月の時期に OB 訪問を済ましておくっていうことが早く業務理解することにつながりますし、後々できなくなっちゃったっていう事態も防げるかなというふうに思っていたので、なるべく OB 訪問とやるようにしていました。OB 訪問大事なのめっちゃわかるんですけど、はい、どんな
な質問したら志望動機を作るのに役立てられるとか、これはホームページに載ってないから聞いててよかったなっていう質問教えてほしいです。これは多分商社目指してる人なら絶対一度思う疑問なんですけど、なんでこの商社がダメなのっていうのを一番困るんですよ。というのも総合商社って基本やってるビジネスに似てますし、うん、そこでなんでこことここが違うのっていうのは正直学生目線から全くわからないんですよね。確かにね、はい、なので、まあ、聞いていた質問としてはなぜ商社にしたのか、そもそも商社っていうビジネス自体も配属リスクがあるっていうところで、他のメーカーさんだったりコンサルっていうところと比較してもどういう商材を扱うのかとか、どういう部署で働くのかっていうのがわからないまま内定をもらうっていうことになるんですよ。なのでなぜ商社にしたのですかっていう質問を一度ぶつけてみて、自分が思ってることと似たようなマインドなのかっていうのを確認するっていうことと、なぜその商社に今入られてるんですかっていうところを他の商社と比較して教えてくださいっていうことを聞くようにしていました。その比較してみて気づいたこととかはある？商社の中でも強み弱みっていうのがあって、就活を多分されてる学生さんだったらどの商社も同じようなことしてんじゃないかっていう意見になると思うんですけど、例えば某商社だったらメディア系とか IT 系にすごく力を入れていて、商社の中でも強いパワーを持ってるっていうところだったり、その商社の強みっていうところを知ることができたのはすごい大きな価値だったかなというふうに思います。説明会終わった後にどういうことをなんかしてたとかってありますか？説明会を受けてこういう仕事をされてるっていう業務理解と、こういう人柄の方がその社員として税務課に来られたっていうところから、まあ、自分との性格っていうところと自分がやりたいことっていうのがちゃんとマッチしてるのかっていうのを考えて、それを言語化して ES に起こすっていうところをやっていました。というのも、まあ、どの商社においてもその先ほど申し上げたなぜ商社なのっていう質問は必ず来るんですよね。なのでそこに自信を持って回答できるように自分の適性っていうところを踏まえて、自分がちゃんと商社で何をやりたいのかっていうところと、どういうふうにキャリアをその商社で描いていくのかっていうのを学生なりに考えて文字にまとめるようにしていました。3月ぐらいまでは基本的に出られる説明会はもうちゃんと出るっていうところと、で4月からは何をしてたんですか？4月からは ES を出し終わって、商社ごとによって選考がいろいろ違ってですね、例えばインターン経由で内定をもらうっていう商社もあれば、書類を1回出してその後に動画面接を経て1次面接2次面接に行くっていう流れだったり、暇に見える4月5月っていう空いた時間も意外とやることがあってですね、そういう録画面接とかインターンだったりとかっていうところに参加していました。 ES の対策はどうやってやってたんですか？これがびっくりされるかと思うんですけど、自分で全部やってました。へー。というのもやっぱりそういう熱い思いとかっていうのはそのままを書くのが一番伝わるのかなというふうに思っていたので、まあ、そのもちろん誤字脱字とかはないように、まあ、一応チェック等はしてもらう時はありましたけど、まあ、基本自分で書くようにしていて、ただ1個の商社だけその僕の先輩の商社マンの方に見ていただいたことがあって、書いてきた文章がすごく自分が書いたような文章じゃないぐらい素晴らしいのになってこれは自信を持って出せると思って出させていただいたんですけどなんとそこだけ落ちてしまってそれを、まあ、見た時に自分の言葉で伝えるっていうのが大事なんだなというふうに思いまして、で結局他の商社に内定をもらったので、まあ、その方にはここだけ落ちましたよっていう笑い話にして報告させていただいたんですけど、今から書かれる方は自分の言葉っていうところとこう熱意みたいなのを ES に込めて書かれるのがいいんじゃないかなと僕は思っております。ちなみにバンバンが実際に通った ES の志望動機見せてもらうことできますか？もちろんです。ありがとうございます。じゃあバンバンが実際に合格した時の志望動機こちらです。ドン。ちなみにこれなんか意識したポイントありますか？大きく3つありますね。まあ、皆さん商社に出されてる以上多分何かしら商社に興味を持たれてると思うので、なぜ商社に興味を持ったのかっていうのを最初に書いて、必ず就活をされてる方って自分がこういう未来がいいな、こういうことしたいなっていう思いがあると思うので、それをなぜ商社に入ったら実現できるのかっていう、商社で入ってなぜこれができるのかっていう理由を書いて、まあ、最後に商社に入る上で自分がこういう性格だから商社マンに適してるんだよっていう理由を最後書くことで、まあ、僕は1個の志望動機というふうにしていました。面接が始まった時に対策してたポイントを教えてほしいです。まあ、6月から選考が始まるっていう感じなんですけど、2日3日にはもう内定が出るっていうようなスピード感なので、
はい、例えば1日目の午前面接、午後面接、2日目の午前に最終っていう感じだったりとか、すごいスケジュールがタイプなので、特に対策っていうものはできなくてですね、向こうの方もそれぐらいの日数でだいたい1万人ぐらいの方を見られるっていうところで、あんまり考えすぎても良くないなっていうところだったり、こう難しい話をしても多分聞いてくださらないだろうなっていうところで、もうどんだけ自分が商社に入りたいんだっていう熱意と、まあ、こういうことを商社に入ってしてみたいんだっていう学生ならではの夢みたいなのを伝えるっていうのが、僕は一番の対策になったのかなと思っております。バンバン最後に何かこう商社を目指す学生さんに対してメッセージがあったらお願いします。僕はあまりロジックとかそういう硬いところにとらわれず、自分のいいところだったり、自分がなぜ商社に入りたいのかっていう熱意だったり、そういう熱量で商社受かってる方、僕の周りたくさんいらっしゃったので、ぜひそういう強い思いだったり自分のいいところっていうのを前面に出して面接臨まれるといいのかなというふうに思っております。商社でお待ちしております。バンバン今日はいろいろ就活時代のことたくさん教えてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。せーの、じゃあな。